京阪電車の京浜線という路線があって、京阪電気鉄道の軌道路線です。いわば路面電車なんですが、全国的に見て、かなり面白い区間でもあります。京浜線のほか、石山坂本線という路線もあって、その二つが京阪電気鉄道の軌道路線です。京都と大津を結ぶために京浜線という名前になっています。昔は本当に京都市内まで軌道で乗り入れていたんですが、現在は主に大津市内だけです。というのもやはり渋滞がひどかったし、西方面へも延伸したかったために苦労していました。現在では違いますが、かつてはこうなっていたのです。それまで京浜三条駅と京阪の普通の三条駅と二つあったんですが、変化はないんですね。というのも京浜線は地下化されて、京阪本線もそうなんですけども、京浜線は地下化することで、西方面延伸、ニュータウン方面へ延伸をしようとしました。結局、延伸計画は太秦で止まってるんですけどね。この地下線は、京都市営地下鉄になっています。京都市交通局が営業をしています。道路上の軌道の整理も役目ですから、単純な地下線ではありません。京都市営地下鉄東西線です。なお東西線は、三笹木駅で京浜線へ乗り入れ、そこから浜大津までは軌道と専用軌道の両方を走ります。浜大津駅付近は軌道になっていますが、まあこの軌道は、特任です。河野電が路面電車に近いけど、あれは鉄道です。そんな感じでしょうか。というのも、この地下鉄直通の車両、800系は、普通の軌道車両ではなく、地下鉄に乗り入れるための作りでしかも、道路にある急カーブにも対応し、京浜線特有の急勾配にも対応しなくてはならない、やることだらけの大変な車両なのです。市営地下鉄側は作っておらず、片側の乗り入れです。それでまあ、地下鉄まで乗り入れることができます。なお沿線は、三条京阪駅までは山登りの区間でもあり、この山を越えますと、東海道が終点になるというものでもあります。なお、国道1号との並走もあります。この800系電車自体、かなりコストがかかっていて、直通するために、いろいろ機器類を設置し、出力を大きくするために、全車電動車にするなど、大変だったのです。まあ、その結果、大津から京都の街までの文化的な区間を楽しめるんですけどね。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルマイトリップでは毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。